名店街、この通りの名前か。私は忠告したまでだ。酒があんたの運気を下げると。黙れ。まさか気絶してるだけです。ありがとうございます。私は見ての通りしがない占い師、占いでお礼の代わりをしたいのですが、いかがですか。はあ、この通りの先で亀甲堂という占いをやっていますので、いつでもどうぞ。ちょっといいかな。いらっしゃい。上部のお土産はいかが。定番から高級品までいっぱいあるよ。聞きたいことが。この人を知らないか。人探し。上部じゃ大変だね。見たことないや。お客さんなら大体覚えてるんだけど。ごめんねお兄ちゃん。そうか、ありがとう。すみません。いらっしゃい。ここは上部一の仏具屋。仏具仏像はどれも一級品ですぞ。この人を知りませんか。この上部で人探しとは大変ですな。何か心当たりは。見たことないですな。うちの客なら覚えておるのですが。そうですか。すみません。おや、あんたは誰でしたかな。近頃物忘れが多くなりましてな、困ったもんです。聞きたいことが。この人を知りませんか。この人、長部の人ですかな。いえ、違います。でも最近長部に来たはずなんです。乗船所に行ったことは。はい。そこの待合室には観光客のスナップ写真が貼ってありましての、最近来た人ならそこで何かわかるかもしれませんよ。ありがとうございます。
たのか。ここに何か手がかりになるものがあるかもしれない。他には、後ろにあるのは文武廟の関羽に似てるな。原崎も子供が好きだったな。福さんなら喜んでやりそうだな。怪しいやつだな。魚屋、商店街か。夜の鵜飼か、綺麗だな。何見てるんだろう。これはどこにあるんだろう。寺みたいだな。原さん、福さんなら喜んでやりそうだな。横須賀を思い出すな。子供たち、どこにでもあるんだな。ど、これはエンさん。どこで撮った写真なんだ。後ろに写ってるのは仏像だな。仏具屋の前か。よし、まずはこの写真をシェンファに見せよう。シェンファ。リョウ、何かわかった？ああ、乗船所にこれが。お父さん？やっぱり映ってるのはエンさんか。エンさんがゴロツキたちにこの町へ連れてこられたのは間違いない。ええ、この後ろに映ってるのは。これは仏像みたいだな。きっと仏具屋。仏具屋か。よし、この町の仏具屋を渡ってみよう。うん。お兄さん、さっきはありがとうございました。さあ、中へどうぞ。
それでは占ってみましょう。お願いします。これはいけません。水難の相が出ています。え？水難の相？さあ、それ以上は。私に見えるのはここまでです。どうかお気をつけて。ありがとう。迷ったらいつでも来てください。これだ。すいません。よう、いらっしゃい。武術のことなら何でも聞いてくれ。仏具屋を知りませんか？仏具屋？うちの隣にあるだろう。ありがとうございます。見つけたぞ。すみません。いらっしゃい。ここは長部一の仏具屋。仏具仏像はどれも一級品ですぞ。この仏具屋を知りませんか？お客さん、こんな粗悪品の店なんかおよしなさいって。うちなら一級品でご利益のある仏像がよりどりみどりですぞ。仏像ならぜひうちの店でお買い求めください。いえ、仏像を買いに来たわけではなくて、この仏具屋を探しているんです。そうですか。あいにく心当たりはないですな。こんな安物を売る店なぞ気にも留めないので。そうですか、失礼しました。これだ。
見つけたぞ。これだ。見つけたぞ。これだ。リョウ、先に部屋に戻るね。ああ。この仏具屋がどこにあるか知りませんか？さあね、わかんないよ。仏具屋なんてどこも同じに見えるからね。そうですか。親父さんはきっと無事だ。うん。